おはようございます。今日はバーベキュー大会です。大会というかバーベキューですね。会社のバーベキューでとりあえずサプライズ投票、サプライズで飲んできました。ようやく目的地のバーベキューに着きました。今帰って長い道路じゃありませんが結構めんどくさいです。子供に人気です。怖がってるんですか？いや怖がってるんじゃないですね、もう人間慣れしてますよ、うん、子供に大人気です。怒ってるわけじゃないんだけど。名前はあるんですか？名前ないですね。太郎と花子かな勝手につけたら太郎と花子です。ねえこれあげてみて。あ、食わんねえ。トマトトマトトマトあげれば食うよ。え、トマトあげようよ。トマト、あーよかったです。渡瀬川の強い川の流れに乗って向こう岸まで帰ってきました。怪我されちゃった。子供たちの人気者です。毛取るんじゃねえんだよ。てっちゃんがいつも可愛いってダメだよ。握ってます。そうすると後ろからついてきますよ。お疲れ様です。今日はこれで最後です。このカモも今日は大変な思いしましたけど楽しい一日でした。何歳？